ダニエル・スティーブン・ジョーンズ3世はアメリカ合衆国ノースカロライナ州シャーロット出身のアメリカンフットボール選手。現在 NFL のニューヨークジャイアンツに所属している。ポジションはクォーターバック。2019年に NFL ドラフト全体6位でジャイアンツから指名され入団した。ノースカロライナ州シャーロットのシャーロットラテン学校卒業後プリムストン大学に入学予定だったが 実際は、デューク大学に決まった。2019年、NFL ドラフトで、ニューヨークジャイアンツから全体6位指名を受け入団。開幕戦は、イーライ・マニングの控え QB として迎え、途中出場にて、NFL デビューを果たす。第3週、マニングに代わって先発 QB を務めることが、発表された。2019年シーズンはルーキーながら全試合に、 出場を果たした。パスヤードは3000を超えるなど、最先の良いスタートを果たすも、リーグ最多となる11のファンブルロストを記録する結果となった。2020年、チームキャプテンに任命された。4人指定の2番目として育った。2018年12月に、デューク大学を卒業し、経済学の学位を取得した。ありがとうございます。